ヒゲペンギンはペンギンかアデリーペンギン族に分類されるペンギンの一種。南極大陸の周辺に生息する中型のペンギンである。ペンギンの分布域、赤色部分が繁殖地。中央は南極大陸南極大陸の周辺海域に分布するが、特に南アメリカ南端部から南極半島の周辺に多い。ペンギンの中では最も個体数が多く、 繁殖する津害が,が約七百五十万組と見積もられている。非繁殖期は外洋で生活し、沖網や小魚などを捕食する。主な繁殖地は南極周辺の当初である。南大西洋ではイギリス領、サウスサンドウィッチ諸島、サウスオークニー諸島、サウスシェトランド諸島、サウス ジョージア島、ノルウェー領、ブーベ島。南太平洋では、バレニー諸島、ピョートル一世島等である。このほか、南極半島などにも、繁殖地がある。体長は70センチメートルから75センチメートル、体重4キログラムから7キログラムほど。羽毛は、腹側が白く、背中側が黒い。足は、ピンク色をしている。顔は白いが、目は黒く。 さらに目の後ろから喉を通る黒い帯模様があるのが特徴である。和名のヒゲペンギンは喉を通る体模様を顎ヒゲに見立てたものである。また、英名のチンストラッペは帽子やヘルメットの顎紐のことで、これもやはり喉を通る体模様に由来している。なお、学名の種商名アンタルクティカは南極を意味する。現在日本において、 南極のペンギンといえば皇帝ペンギンかアデリーペンギンであるが第二次世界大戦前に日本で南極のペンギンといえばヒゲペンギンを指していたこのため南極ペンギンの和名で紹介している書籍も当時は存在したアデリーペンギンやジェンツーペンギンと同じく夏に繁殖を始める雪が溶けた岩場に小石を円形に積み上げて 巣を作るのも同じだが、他のペンギンが避けるような斜面にも巣を作る。また、性格が攻撃的で繁殖地が重なる他の種類のペンギンを押しのけることもある。卵は1個から3個だが、大抵の場合2個散乱する。他のペンギンはまずオスが放卵するが、ヒゲペンギンの場合は、メスが最初に放卵する。5日から10日おきに、オスとメスが交代しながら放卵し、 産卵から約35日後に、灰色の綿毛に覆われたヒナが孵化する。ヒナは、約1ヶ月ほど巣に留まり親鳥から給治を受ける。大きくなったヒナは、ヒナ同士の集団、クレイシュに集まり、2ヶ月ほど親鳥から給治を受けながら、集団生活をする。十分に成長したヒナは、成長の羽毛に関与して海へ旅立つ。アドベンチャーワールドのヒゲペンギン生息数の割には、 飼育している、水族館は少ない。ありがとうございます。